第3球ストライク、3球三振、決め球は直球。6対1と追い上げております。ファイターズ大きく点差を広げております。この回の攻撃は9番奈良原から。投げた、コントロールがいい。投げた、インハイ。外側に外れた、外してきました。カウントは2ワン。投げた、決まった、三振。決め球は直球。迎えるバッターは金子。先ほどの打席では見事なツーベースヒットを放っております。アウトカウントはワンアウト。外側に外れた、カウントはノーワン。2球目打った、ショートゴロ、アウト。これでツーアウト。迎えるバッターは青空晴れた。アウトカウントは2アウト。打ち上げてしまいました。ショート宮本乗りました。これで3アウト。チェンジです。6対1、試合は中盤を終えました。ラッキーセブンでございます。スワローズファンの皆様、なお一層ご声援くださいませ。知らぬい守る、肩で息をしています。かなりバテてきているようです。スワローズ大きく点差をつけられております。この回の攻撃は8番真中から。外側に外れた、ノーストライク、ワンボール。第2球投げた、打ち上げた、ピッチャーほぼ定位置、取りました、ワンアウト。次のバッターは土橋、ワンアウト、ランナーなし。初球を打った、レフト前、セカンドへ、シングルヒット。スワローズ、さあここでバッターは稲葉。ワンアウト、ランナー一塁。打った、センター返し、ランナー二塁でストップ。シングルヒット。バッターボックスに宮本を迎えます。投げました、ボールは高く上がった、面白いところに飛んだ。ランナーホームを狙う、バックホーム、クロスプレーだ、アウト。シングルヒット。次のバッターは岩村、ツーアウト、ランナー一塁。詰まった当たり、ファースト落下点、アウト。これで3アウト、チェンジです。スワローズ得点圏にランナーを出しましたが、惜しくも得点は得られませんでした。ファイターズラッキーセブンの攻撃に入ります。川端軽快に飛ばしております。ファイターズ大きく点差を広げております。この回の攻撃は
3番土井垣から。キャッチャー土井垣翔、背番号02。投げた、引っ張った、ショートゴロ、アウト。土井垣倒れてワンアウト。バッターボックスは小笠原道弘。小笠原道弘、背番号2。投げました、いい当たり、センターバック、ランナー二塁を狙う、ランナー二塁でストップ、見事なツーベースヒット。バッターボックスは岩田武史。追加点のチャンス、投げました、打った、ライト線フェア、ランナー三塁を回った、ホームイン、タイムリーツーベース、ビッグバン打線勢いが止まりません。バッターボックスは田中幸雄。今日は3打数無安打と振るいません。ファイターズチャンスが続きます。投げました、直球、投げた、打たされた、ライトへ、ランナーいいスタートを切った、これでツーアウト。バッターボックスはエチェバリア。今日は3打数1安打。投げました、空振り、投げました、打ち上げた、アウト、スリーアウト。ファイターズこの回ダメ押しの1点を挙げました。知らぬい守る、さすがに疲れが見えてきました。6点を追うスワローズ、この回の攻撃は4番ラミレスから。会心の一打、レフトバック、左中間、ランナー二塁を狙う、ランナー二塁でストップ、見事なツーベースヒット。迎えるバッターはベッツ。先ほどの打席は三振に倒れています。投げた、インコースいっぱい、高めいっぱい、二塁けせ、タッチアウト、ワンアウト。投げました、ストライク、三球三振、ベッツ。これで三打席連続三振。次のバッターは古田。アウトカウントは2アウト。1球目投げた、詰まった、セカンド奈良原取りました。これで3アウト、チェンジです。ラミレス、ベッツ、古田と3人で攻撃を終わっております。川端、ちょっと疲れが見える気もします。ファイターズ大きく点差を広げております。この回の攻撃は8番クローマーから。クローマー、背番号15。投げました、低め、投げました、
ストライク。投げました。打った。センター、バック。右中間。ランナー二塁を狙う。ランナー二塁でストップ。見事なツーベースヒット。バッターボックスに奈良原を迎えます。追加点のチャンス。第1球、初球を打った、ライトへ、アウト、ランナータッチアップ。ワンアウト。ファイターズ、さあここでバッターは金子。ワンアウト、ランナー三塁、追加点のチャンス。第1球、バットが回った。打った、ショートゴロ、クロスプレーだ、アウト、ツーアウト。バッターボックスは青空晴れた、今日は4打数3安打と当たっています。ツーアウト、ランナー一塁。投げました、低めいっぱい。打った、ショートゴロ、アウト。青空晴れた、倒れて3アウト。東京ドーム8回の裏を終えまして7対1。知らぬい守る、肩で息をしています。かなりバテてきているようです。6点を追うスワローズ。この回の攻撃は7番鈴木健から。スワローズ最後の攻撃となるか。1球目、厳しいところをついてきます。投げた、打ち上げた、レフトへ、レフト落下点、取りました。これでワンアウト。バッターボックスに真中を迎えます。ワンアウト、ランナーなし。第1球、ボールはフラフラーっと上がった、取りました。あっさりツーアウト。迎えるバッターは土橋。あとワンアウト。1球目、投げました、打った、ライト線、惜しくも切れました。マシンで捉えた、一二塁間、二塁を送った、飛ばし、猛打賞達成です。次のバッターは稲葉。第1球、すごい、150キロ。カウントはワンダッシング。一塁牽制、セーフ。第2球、ランナー走った、二塁へ、アウト。これで試合終了。さすが平野井、エースの意地を見せました。負け投手は当たる踏みを。スワローズいいところがありませんでした。本日は日本ハムファイターズ対ヤクルトスワローズと試合を
ここ東京ドームよりお送りしました。